終戦の日を迎えるにあたり自民党の重鎮古賀元幹事長がテレビ朝日政治部の単独インタビューに応じ安倍総理が前向きな憲法改正に慎重な姿勢を示しました74回目の終戦記念日を迎えるにあたり日本遺族会の会長を長く務めた自民党の古賀元幹事長に話を聞いてきました古賀元幹事長は父親がフィリピンのレイテ島で戦死したことから 平和への思いを強く持って政治活動を行ってきました靖国神社についても天皇陛下が参拝できる状態にするべきとの考えを持っていて具体的な方策について聞きましたまた参議院選挙で安倍総理が争点の一つに掲げた憲法改正自民党の条文イメージ案では9条への自衛隊名記が盛り込まれていますが従来から 今、憲法を変える必要はないとの考えを持つ古賀元幹事長に自民党の進むべき道を聞きましたさらに岸田派、宏池会の名誉会長でもある古賀元幹事長にポスト安倍総裁候補の一人でもある岸田政調会長の今後について直撃しました。こんにちははよろししくお願いいます今年で74回目の 終戦日を迎えます、うん、一方で,です、ねまあ、74回迎えている中で戦争を知る世代というのがどんどん減ってきているのも現状です、でそのことで,です、ね、日本の今後の未来に危惧す,することというのはどういうふうなことを本当に1年経つの早いなと思うね暑い夏にまた8月15日が巡ってくる。 特に私の場合は父親を戦争で亡くして、えー、2歳の時に出生して4歳の時にフィリピンのレイテで亡くなってますからまあ,あ何一つ父親の思い出っていうのはあ記憶にないんですけれどもそういう世代だからこそねそういう生い立ちだからこそやはり大事にしなければいけないものは やっぱり平和ではなないかなとあんな戦後の貧乏な時代父,父親のいない家庭家族こんなの繰り返しては絶対いけないなとそういう思いはやはりこの暑い夏の8月15日に新たにしなきゃいけないし決して風化させるものではないし。 大切に考えななきゃいけないけそんな思いしますねあえて今のことをお伺いしますけれども韓国との関係であったりとか、うん、北朝鮮問題、うん、え非常に厳しい外交状況になってきました、うん、すぐ戦争ということではないと思うんですけれども,、うん、もう戦争を知る世代の方々から見て今のこの国際情勢どう打開すべきどう捉えるべきだと思うんでしょう、うん、僕は、ね、政治に携わっている人たちが 今のようなね売り言葉に買い言葉っていうのは非常に乱暴な表現かも分かりませんけれどももっと丁寧な会話丁寧な相手の国に対する信頼また尊重をする特に近隣諸国であるだけでねこれは引っ越しのきかない国ですから国と国ですから未来英語にね 隣国ですよやはり、えー、お互いの信頼一物をまず第一にそうした会話とかそういったものが求められていくということを大切にしなきゃいけないんじゃないかなというような気がしますすねちょっと話題変わりますか現状の靖国神社ですね。 まあ総理大臣が参拝しても中国韓国から批判が浴びるだけじゃなく、ええ久しくですね天皇陛下も参拝することができないような状況になっています。うんうん、こういった靖国神社の状況について、ええー、古川さんのお考えをお聞かせください。うん、僕はねいつもね靖国神社の問題が出て、総理の参拝とかそういったことの中でね、海外からの内政干渉が行われる。 まさに内政干渉だと安国の問題に総理がお参りするとか陛下の問題とかということになるとね私は決してね内政干渉が例えば韓国中国そういった国々にねそのことだけで片付けられる問題ではない。国内問題として日本の国がこの安国のお眠りになっている英霊に対してねしっかりした 責任ある、ね、反省をしてきたかどうかこの欠如はそれがないがしろになったままにずっと戦後74年時を刻んできたそこに問題があるだから靖国問題というのは政治家として解決しなきゃいけない一つの大きな政治課題だという認識を持っております。具体的に 古賀さんの思い描く解決策っていうのはこれはどういったところなんでしょうか私はねなぜこの靖国問題というものがここまでこじれているかというとね、まあ、永久戦犯という、まあ、昭和殉難者のことでありますけれども14名この人がね、えー、合使をされたと私はそれは一つ永久戦犯の 方々の責任というのは僕は免れないなというふうに思うんですね。あの永久戦犯というのは戦勝国である連合軍によるね報復裁判であるとか、いろいろ永久戦犯そのものに対して議論意見はあります。しかし現実に今言ったように三百十万の党という命が失われ、国土が消ど化し、戦後 本当に貧乏な日本の国復興するのに大変な苦労をみんながしてきたこれに対しての責任はね、私は誰が見てもやはり永久先輩にあっただろうというふうに思いますその人が国の命令で平穏な生活家族がありそういったものを捨てて国に命を捧げた その召集を出した人とそのことによって命を落とさなければいけなかった人と一緒にお祭りされて同じようにね尊い命を捧げた尊崇の念を持ってお参りできるかどうかこれはなかなかね難しい理屈とかとかそういう理論で片付けられない問題が遺族には特にありますね。えー、憲法 うん、お伺いします、えー、参議院選挙が終わって、ですね参議院が3分の2、改憲勢力3分の2に達しなかった一方で、ですねだからこそあの国民民主党の協力を得て進めることができるんだというような話だったりとか、うん、秋以降、憲法改正に向けて議論を深めていくという民意を得たであるとか、そういった話もたった出てくる中で。 改めてお伺いしますけれども、えー、憲法改正、特にです、ね、自衛隊安,倍安倍総理が進めようとしている自衛隊の明記、うんはい、これについての古賀、えー、さんのお考えをお伺いいしたいです、うん、僕は憲法改正にはですね、我が国の現行憲法がアメリカの占領下によって、ね、押し付けられたものだから、憲法改正しなきゃいけないという、この意見に屈するものではありません。ただね 戦後七十四年も経って、さまざまな国際社会の中にも変化が起きてきている。国内にもさまざまな問題が起き変わってきている。そういう変化の中に今のままの現行憲法をね、この憲法を守り続けなきゃいけないなんていうことをね、申し上げようとは決して思ってません。しかし守るべきもの、一番大事なものはしっかりと守っていかなきゃいけない。 それが立憲主主義義であり平和主義だととということだと私は思っておりますそういうことを考えると9条をね議論し変えていくという今の国家主義的な人たちの考えは私はちょっとね時期尚早々だしそこまで日本の国の安全保障体制から考えてもね必要性というものが高まっているというのは決して思えません。 現状においても、まあ、自衛隊違憲だと思っている国民が非常に少なくなってきている中であのそこにこだわるっていうところはどういうことなのかなっていうのは、うん、別に僕はねあの安倍総理のご発言をいちいち上げつらおうとは決して思いませんけれども自衛隊免疫についておっしゃってるのはねまだ今なおね自衛隊や憲法をい 意見だといいう人特に学識経験者いらっしゃるしかし今おっしゃったようにもうほんのわずかですよあの学識経験者にしても学者さんの意見の中でね国民のほとんどの人たちはねもう自衛隊に対して本当にね災害だいろんな面でね大きな役割を果たしていただいているとそれを認める認めないとかということじゃなくてみんなが受け入れてるんですよ。 何も認認めめててるのか認めないのかかではなくて受け入れてるんです自衛隊に対しての、ね、大きな、ね、尊敬そしてまたその役割に対しての、ね、感謝それで僕はいいんではないかと十分でしょうというのが私の自衛隊を、ね、明記すべきことでわざわざ明記する必要がないんではないかと言ってるのは私の考えはそこにあ,のあるんですけれども。 いよいよ安倍政権も参戦の任期も後ろが見えてきて安倍政権の出口ということも自民党としては考えなきゃいけなくなっていました、うんうん、安倍総裁安倍総理の次の世代次の時代っていうのはどういう時代が望ましいというふうにそうですね僕のこれからの日本の新しい令和という時代のね始まったこの令和との時代がどういう時代でなければいけないかということを考えますとね やっぱり国家主義っていう国の力を強くするという安倍さんの基本的な、ね、理念哲学と言ってもいいのかな今度は逆に自由尊重というのかやはり国民と共に物事を共有しそして徹底的な議論を尽くしていく憲法問題なんかもまさにそうですけれどもねそういうね政権というのが望ましいんではないかな。でそういうい意味では その伝統と歴史を持っている宏池会知会というのは自由を尊重して現実主義というものに重きを置く安倍さんがやってきた国家を強くする国家主義こういった思想から国民全体をどうまとめるかという考えを理念とする宏池会そこに岸田さんに対する期待感 といいうののは国民の皆さんにお持ちいただその岸田さんですが、うん、今回の参議院選挙で、えー、岸田派からです、ね、現職4人が落選するというような状況になり永田町界隈ではですね岸田さんの求心力落ちたんじゃないかと、えー、ポスト安倍レースからちょっと一歩後退したんじゃないかというような声が、えー、ただ聞こえてきますが古賀さん <laughs> いかがでしょうか まあ、あの確かにさっきの参議院選挙でね宏池会の同志本当に優秀な若い人たちをねそしてまた経験豊かな人4人失ったというのは大変残念なことだしね自民党だけではなくて日本の政治にとってもね大変あの損失が大きいと。 残念に思っておりますしかしね選挙っていうのは勝ち負けしかないんだから勝つか負けるしかない必ずしもずっと勝ち続けるということだけではありません特に岸田さんはねまあご案内の通りすくすくとねつくしの坊やみたいにして今までは政治にも参加できてそして宏池会の会長にも就任できて。 あまり挫折だとか修羅場だとかね少年場というのはね少なかった政治家じゃないかなとつくしのぼやつくすくっと育ってるけれどもポキッと折れたらねそこで死んじゃうと沈んじゃうとつくしのぼやそうだけど岸田さんにはそうじゃなくてこれはね自らが政権を取るための試練だといい経験だからこれからたくましくなっていけばね私は必ず 岸田政権が誕生したときにそれを試練として国民の期待に応える政治ができると私はそう信じてますね確信してます。